最新不動産情報ならぬオフィス情報、オフィス情報ですよ今日は。皆さん、サンワパリまた来ております。ここにオフィスも借りれるという、皆さん初お披露目ですよ。このオフィス紹介はもう数ある YouTube の中でも我々のチャンネルだけですよ。オフィスを見れる、いやいやじゃない、わからない。ベトナムに進出する際にはね、こういったところを見て選んでいただいたらいいと思いますよ。さあ本日紹介していただくのもこちらでございます。エナセットの杉山さん、どうぞ。こんにちは。ありがとうございます、はい、今回はオフィス、はい、今日ご紹介するのは、はい、一般的なオフィスではなく、内装がすでに出来上がったサービスオフィス、メンタルオフィスと言われるところです。もう体一つで来て会社始めたいっていう人でも始められるような。おっしゃる通りです。行ってみましょうか。早速行ってみましょうか。見てみましょう。ビジネスの入り口は別でオフィスにつながるエレベーターがあります。本当だ、はい、直接そのレンタルオフィスにつながりますから、あのエレベーターの混雑というものがございません。なるほど。エレベーターが出て受付になります。左側からちょっと来ていってこちら、はい、めっちゃおしゃれ。見てる感じとかもすごいおしゃれですね。そうですね。 Okay, so you can have your lunch here, or if you have guests that coming to visit you, but you don't want to sign up, just a quick meeting, you can have. おお、マジめっちゃ綺麗。マジでこの美しいですね。美しいですね。だってこの色合いとかもめっちゃ絨毯も綺麗だし、この壁とかもなんかそのオフィスっぽくないというか、はい、可愛い色合いしてる。泉さん上がってきます。はい、上がってきましょう。これはせーの、あー最高最高。いや、広さ測ると思ったでしょ我々ね、はい、このクッション性測りましたもんね、はい、最高。ちょっとねこう今日は雨で景色はあんまり冴えないですが、この見渡せる感じがいいですね。こちらミーティングルームをご案内します。ここもレンタルオフィスを借りたら、はい、使えるという、はい、ご利用いただけます。なるほど。毎月10時間まで無料でご利用いただけます。あ、これホワイトボードみたいにできるってことですよね。そうです。でかっ。高いっすね。高いですね。エアコンも埋め込み式ということは聞きやすいってことですよね。そうです。こちらの壁動きます。え、開くんですか。ここは、はい、レールみたいなのが天井にありますよね。シャッとします。すげえ。じゃあもうこれでもう一席ぐらいできるわけですね。はい、これが、はい、はあ、ここで大きな会議ができます。開けます。こちらのオフィスからご存知のサンワパールの共用部出られます。こちらのオフィスを借りられている方はジムだったりプールですね、居住者の方と同じで無料でご利用いただけます。マジっすか。めっちゃいいじゃん。それ家借りてるのと一緒じゃないですか。でもそのプラスアルファの料金も含まれてるってめっちゃお得。家賃当てて借りろ借りろ、うん、借りろ借りろ。じゃあちょっと見せてください。お願いします。中村さん、はい、こちら見てください。これトーン記号じゃないですか。楽譜がありますが、はい、これから音楽を書いていく場所なんですが、でてててるるるてててるてててるるるて、ここに会社の名前が入る。なんで知ってんの。なんで知ってんの。その通りです。音符じゃなくて会社名が入るんですでしょ、はい、ピンときた。今こちらで会社名を確認しましたら、受付の方にお伝えいただければみたいな。なるほど。統合で受付やってくださってるわけですね。そしてここに入っていけるという、はい、セキュリティがありますから。なるほど。早速レンタルオフィス、はい、すごい、こんな狭いレンタルオフィスがある。これは面接だったり使うためのお部屋ですね。ここは皆さんで使える場所になってます。なるほど。もう誰が使ってもいいということですね、はい、この中に借りてる方は。はい、専用部分となるオフィス、本題に参りました。入り口は指紋かもしくはパスワードで開くスマートロックタイプです。すごいセキュリティしっかりしてる、はい、鍵を持つ必要はございません。なるほど。だからオフィスの方々はもうそれをね、はい、頭に覚えておけば入れるわけですね。はい、はい、机も椅子も揃ってますね。はい、これめっちゃ綺麗だ。出来たてほやほや感マジで半端ない。こういったサービスオフィスですと床だったりテーブルを作る内装費用というのがかかりませんので、そっか、土地費用を抑えて、まあ、気軽にオフィスを借りられるというメリットがあります。なるほど。じゃあ
ことミーティングルーム。ミーティングルームめちゃくちゃある。たくさんあります。いろんな会社があるから、はい、ミーティングルーム時間でこう埋め埋まってる感じ。なるべくならないように僕のミーティングルームだった方が。なるほど。テレビとかも使いながら、ここに飛ばしながら、はい、みんなで会議ができる、はい、全面鏡張り、広く感じる。いや広いで、Wi-Fi もベトナムではね当たり前ですが、Wi-Fi も管理しておりますよ。こちらは何でしょう。共用部分です。全てのオフィスのお客様がこちら自由に扱えます。こちら1日単位からご利用もできますので、1日だけここでお仕事をされたい方もご利用ができます。ロッカーがございます。はい、このシェアスペースを借りられてる方のためのロッカーですね。ご利用いただく日数によってこちら無料で使えるか有料で使えるかは決まってきます。こちらは少し席数が少なめのスペースになります。5人用の少し小さめの専用スペースがございます。奥なんかガラス張りみたいになって見えるじゃないですか。もう同じ大きさのスペースが向こう側にもあります。はいはい、真ん中にあるこのガラス、はいはい、こちら取り除いて住人席として使うことも可能です。なるほど。両方借りることもできる。はい、もしですね、はい、別の会社さん同士で借りられるということであれば、はいはい、こちらに目隠しのシールを貼ってそういうのもやってくれるんだ。なんかいろんなタイプありますね。その大きさのタイプというか、はい、うわカフェある。はい、こちら無料でご利用いただけます。All the coffee there are also free for tenants to try. And we have the coffee machine, so we can make the fresh coffee. So these are Sunwax coffee. Like we have the factory in Beijing, and then they produce the coffee. Yeah. 奥に来ました。こちらにですね、将来コーヒーや軽食をご用意する店ができる予定。こちらは有料の予定です。そうなんだ。購入してここでテーブルで食べてもいいし、そのカウンターもありますしね。このパステルカラーですね。可愛い。座り心地も。なんか家具もいろんな種類ありますね。そうですね。レザータッチもあるし、さっきのこう布っぽいやつもあるし、なんか飽きないですね。いろんなね気持ちの変化を楽しめるこういった色合いで。こちらに簡易的なミーティングスペースがございます。ああ、なんかこういうスペースの、はい、まあ、ちょっとした端のところに、はい、めっちゃ可愛い。でここから上がっていけるという。はい。本当この階段とかも可愛いもん。椅子とかも。やっぱさっきとまたデザイン違う感じで気持ち変えられるんですよ、やっぱり。本当ですね。あの井上武彦がバガモンド描くときに言ってたんですよ。やっぱ煮詰まるんですって、オフィスで描いてたら、はい、自分のオフィスで描いてたら、はい、だから7つぐらい自分の好きなカフェを持ってて、はい、でそのカフェを回るんですって。だから気持ちを切り替えるように、はい、やっぱ頭の中でずっと同じ場所にいると同じことしかこう考えられない。あ、新しいアイディアを見つけに行く。そう、見つけに行くためにそこローテーションする、はいはい。ここはそれを叶えられますよ。いろんな場所でやれるわけでしょ。はい、あなたも井上だけ結構慣れちゃうよ。ねえ、はい、慣れますよ。まあ、ここもね、可愛い色でソファータイプね。色が変わっていく。すげえ可愛いし、触り心地もめっちゃいいです。国は来た。お昼寝じゃないですか。お昼寝で、これマジでパソコンをここに置いて、はい、やれるやつですね。はい、こうやってね、はい、シリコンバレーの IT 企業みたいじゃないですか。シリコンバレーもベトナムにありました。あ、これすごいっす。ドラゴンボールのベジータじゃあ僕と二人並んだらじゃあベジータのナッパじゃないですか。ベジータのナッパ。はい、ここにいたら音が全部吸収されて全然外の音が聞こえない。全然聞こえないですね。全然聞こえない。嘘でしょ。寝れますね。入ってみてカメラから感じるでしょ。それはそう、聞こえますか。寝るでしょ。聞こえます。でもマジでめっちゃ防音されてる、はい、包み込む感じですごい聞こえてます。これはマジで一回皆さん試しに来てください。ずっと聞こえてる。自分の声がこもって聞こえるっていうのは分かるけど、閉ざされてる感じするでしょ。こもってる感じ。こうそう、だから自分の声はね、外の音は外の音聞こえる。全然聞こえてる。これまでたくさんのビススペースを見てきましたが、機体によってちょっと料金の価格帯が変わってきます。なるほど。はい、最もチープな値段でお借りできるのがこちらのシェアスペースになります。次に金額が高くなるのが奥側にあるあちらのスペースです。あの壁の仕切りはないんですが、テーブル同士がこう離れていて、一つの島で、まあ、一つの企業さんが借りられるような作りになっています。この2つだけで借りることもできるし、はい、4つだけで借りることもできる、はい、いろんな中の借り方できるんですね。はい、で、ここなんですか。こちらは仮眠スペースですよね。ここはどうやって利用できるんですか。こちらは空いていれば、まあ、その場でもうすぐご利用いただけます。予約は不要です。今空いてるから、はい、僕ら利用できるってことですね。はい、そうです。いやいや、ダメダメダメ。借りてないから、この場所。借りてないでしょ。もうここで払ってない。払ってない。
今ここが、ベッドが10席ぐらいありますかね。そうですね、はい、なので早い者勝ちですね。こちらのお昼寝スペースはかなり見てきましたね。そうですね、はい、さらに奥の方に来てみましたが、はい、左側テーマボックスです。大きな声で話したい時とかは、はい、こういったところに入って、そうですね、今聞こえませんね。少し開けてみましょうか。中川が電話しています。絶対聞こえてないでしょ。聞こえてないよ、これはすごい。コピー機も、はい、動きですね。もちろんこちらでコピーすることもできますし、はい、パソコンからプリントアウトすることもできます。なるほど、はい、注意点が2点ございまして、はい、このサービスオフィスの携帯では、はい、こちらのプリントアウトだったりコピーのですね、はい、上限というものが毎月ございます、はいはい、で上限を超えるとその都度課金されていくような形になりまして、今回のこちらのサービスオフィスも同じような形です。なるほど。そして広い部屋だったり、さっきのようなここ奥のガラスとかも取り除いたら、はい、もっと広くできるよみたいな。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。レンタルオフィスのお値段を当てたら僕借ります。どこですか？ちなみに今日一番最初に見た受付を通ってすぐ左にあった、はい、救命席の部屋ですね。めっちゃむず。中心地からタクシーで5分から10分ぐらいの場所で、でまあ共用スペースでコーヒーだったりとか、まあ、ね、寝るスペースもあったりとか、コピー使えたりとか。決めました。$3,000。答えお願いします。はい、正解は$2,100です。お、安っ。そんな感じなんすね。今じゃあ出来たてですから、はい、プロモーション価格を提供しております。え、2つ選択肢ありまして、1つ目 15% オフで借りられる。え、なんすか？今だけ。今だけ。選択肢2つ目、はい、最初の3ヶ月間無料。年間で割ったら1月換算したらめっちゃ抑えられるってことですね、はい、$2,100が引かれる。3ヶ月引かれる。これは今皆さん来るべきですよ。まあ日本から来る方もいるだろうし、ベトナム国内いる方でもオフィス探してるよみたいな方はこっちに移ってきてもいいですし、はい、っていう。ちなみにですけど、まあ、共有スペースのデスク1つを1ヶ月借りるってなるとどれぐらいなんですか？はい、ドル換算 で$120ぐらい。いや、めっちゃ安い。リモートワークとかも増えてる方もいるので、こういったオフィスで働くスタイルも多くなってきてますもんね。あ、そうですね。昨今は広いオフィスは必要ないんじゃないかという企業が増えてきてますから、ご自身の広いオフィスを一旦解約して、はい、こういったコンパクトなサービスオフィスを借りられるという企業様もおります。なるほど。ここにも NSS さんでたくさん持ってますから、そういったレンタルオフィスだったりとか、たくさんのオフィスでご紹介します。皆さん気になった方はぜひ下の NSS さんの方に問い合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。ホーチミン最新レンタルオフィス紹介でした。またねー。